村の暮らしに馴染めるか心配だったけど。今日はずっとその背丈なんだな。ええ。そうか。大丈夫か？体調が良くないって。ええ。自分が飲む薬なんて作ったことなかったもの。そんな顔しないでよ。もしかしてですが、酸っぱいものが食べたくなったり？あの、ハウリン村でも同じことを言っていた人がいて、おめでたでした。ああ。ええ！